1874年の完成当時の原型をほぼ、留めている現役ドライドックである、横須賀海軍施設3号ドック。横須賀海軍施設ドックは、神奈川県横須賀市の在日アメリカ海軍、横須賀海軍施設内にあり、米海軍及び海上自衛隊の艦艇修理に使用されている6機の艦ドックである。最古の1号ドックは、横須賀造船所時代の明治4年に完成しているが、 現在もなお使用されている。最大の6号ドックは、大和型戦艦の建造並びに修理、改造を行うことを目的とし、昭和15年に完成したドックであり、現在は、米海軍空母。また当記事では、ドックの付帯設備であるクレーン、ポンプ室等についても必要に応じて、説明を加えていく。開国後、江戸幕府は、西洋式の艦船の建造を開始し、 また諸外国から艦船の購入を進めるようになった。そのような中で西洋式の艦船を建造し回収、修理する施設の必要性が高まっていった。江戸幕府は主にフランスの援助を仰ぎ、小栗忠政、レオン・ロッシュらが適所を検討した結果、現在の横須賀の地に、京王元連に横須賀製鉄所が開設された。そして艦船を回収。 修理する横須賀製鉄所内の主要施設として、慶応3年にドライドックの建設が開始された。現在の横須賀海軍施設1号ドックである。大政奉還から王政復古の大号令に至る一連の流れにより、江戸幕府が廃され、明治政府が成立するが、横須賀造船所の建設は、幕府時代と同様に進められることになった。1号ドックは明治4年に完成し、 引き続き3号ドック、2号ドックが建設された。1号ドック、3号ドックの建設島では、レオン・スベルニーなど、フランス人技術者のもとで、ドック建設が進められていたが、2号ドックについては、設計段階では、フランス人が携わったものの、実際の工事場面では、横須賀造船所で技術を学んだ、常川隆作が総責任者となって、ドックを完成へと導いた。 その後、常川は日本各地でドック建造に携わることになり、日本のドライドック建設の草分け的な存在となった。横須賀造船所は組織改革などを経て、横須賀海軍交渉となり、日本の海軍力増強に伴い規模の拡大が進んだ。そのような中、明治38年には軍艦の大型化に対応した4号ドックが完成し、 さらに大正5年には第5号ドックが完成した。5号ドックは当時激しさを増していた列強の県間競争の中、完成直後に延長工事が行われることになり、大正13年に延長工事は完成した。なお4号ドックも昭和3年に官邸の大型化などに対応するために延長工事が開始され、翌昭和4年に完成した。日本は昭和九年に、 ワシントン海軍軍縮条約からの脱退を宣言し、昭和11年にはロンドン海軍軍縮条約からも脱退し、その結果激しい海軍の軍拡競争が行われることになった。そのような中、昭和10年に大和型戦艦の建造及び改修、修理が可能な大規模なドックとして、6号ドックの建設が開始され、また昭和11年には、 明治初年に完成した1号ドックの延長工事が行われた。6号ドックは昭和15年に完成し、6号ドックを使用して当初、大和型戦艦の3番艦となる予定であったシナノが建造されたが、浸水後呉海軍交渉へ開港される途中、米潜水艦、アーチャーフィッシュの魚雷攻撃を受け沈没した。なお、四号ドックでは昭和十八年から昭和十九年にかけて、 再延長工事が行われ、1号から6号ドックは現在の規模となった。終戦後、横須賀海軍交渉は連合軍に接収されることになり、1号から6号ドックもまた接収された。昭和22年には米海軍艦船修理省が発足し、各ドックではアメリカ海軍艦船の回収、修理が行われるようになった。 特に横須賀が米第七艦隊の事実上の母港として空母の配備が開始されると最大の6号ドックでは米空母の回収、修理が行われるようになった。令和初期の現在も明治初年に完成した1号ドックをはじめとする戦前に作られたドライドックでは米海軍、海上自衛隊の艦船の回収、修理が行われ続けている。加映六年。 ペリー艦隊が来航し、翌海英7年には日米和親条約が締結され、日本の鎖国体制は終焉を迎えた。そのような中、江戸幕府は海英6年9月、これまで禁止していた荷物船以外の大型船の建造を認めることとした。これは諸外国の船が相次いで日本へ来航する状況を踏まえ、軍艦の建造を可能とすることを狙ったものであった。 早速幕府は裏側にて法王丸の建造を開始し、その後も感染の建造を継続し、さらに欧米各国から感染の購入を進めた。幕府が感染の建造と購入を進めていく中で、保有する感染の修理を行う必要性が高まってきた。幕府が購入した感染の多くが中古船であった上、慣れない西洋式の感染の操船で、事故によって、 船が損傷することも多かったことが修理の必要性をより高めた。幕府はまず湾が深くかつ推進もあるため、風町の港として利用されてきた浦賀に幹線の修理場所を設けた。しかし浦賀は狭い湾の周囲に山が迫っている上に、これまで港町として繁栄していたために広い土地が取れず、高級的な幹線の修復場所としては適さないとの、 意見が出されるようになった。そのような中、注目されるようになってきたのが横須賀と長浦であった。特に横須賀では、万、ま、円元年に座礁したアメリカ船の修理を行って以降、オランダ船やイギリス船の修理が行われており、港湾としての有用性が注目されるようになっていた。幕府は安政2年に長崎海軍伝習所を開き、文久元年には長崎製鉄所となり、 製鉄所、造船所にあたる設備を持つようになっていた。しかし長崎は江戸から遠い九州にあって、戸様大名の勢力に囲まれており、また設備的にも本格的なものにはほど遠く、江戸に近い場所で本格的な製鉄や造船の機能を備えた施設の建設が望まれるようになった。文久2年、幕府は長崎でオランダ人技士から江戸近辺で 製鉄所の建設を開始するにあたり、アドバイスを受けた。オランダ人の技師からは、当時の長崎製鉄所の設備は貧弱であり、大規模な船の建造や修復はできないこと、そして、フランスのトゥーロン、シェルブールなど、当時のヨーロッパ最先端の製鉄、造船施設のあらましについて、説明を受けた。さらに、江戸の周辺は、水深が浅く、 また河川からの砂の流入で砂底のため、製鉄所の建設には適さないとの意見を受けた。同年、幕府は横浜から三浦半島付近を視察して、製鉄所の適所を探す試みも行った。しかし、文久2年8月21日、生麦事件が発生し、幕府と諸外国との外交関係が緊迫する中、江戸に近い場所での製鉄所建設計画は一旦、中断された。 1983年撮影の横須賀港航空写真周囲が丘陵地に囲まれ波が静かな上に湾内の水深も深い国土交通省国土画像情報をもとに作成一旦頓挫した江戸近くでの本格的な製鉄所建設計画であるが源氏元年に入って動き出したまず源氏元年3月22日フランスの新しい講師として レオン・ロッシュが着任した。ロッシュはイギリスが幕府から距離を置く立場を取るようになる中、逆に幕府へ接近する姿勢を見せた。また、同年8月には、小栗ただまさが幕府の環状部教に再任され、同じ頃、フランス語が堪能である、栗本常雲が目付けに抜擢された。当時幕府が諸外国から購入した艦船は、中古船が多く、幕府は、 その修復に頭を悩ませていた。そこでフランス語が堪能な栗本に白羽の矢が建てられ、幕府が所有していた蒸気船昇格丸の修復について、フランスに依頼するように命じられた。栗本は、ロッシュと交渉したところ、日本側と接近する後期会と捉えたロッシュは、横浜港に停泊していたフランス艦隊におき、艦隊の司令官ジョレスに昇格丸修理の了承を取り付け、 フランスの手によって修復作業が行われることになった。その結果にかつきたらずで完璧な修理が行われ、環状奉行の小栗らがフランスの技術を導入して製鉄所の建設を進めるきっかけとなった。現氏元年11月3日、小栗は栗本と共にロッシュと面会した。小栗は日本独自の造船所建設への意欲を述べ、 造船所建設にあたり技術指導を行える人材の紹介を依頼した。ロッシュはフランス艦隊司令官のジョレスと相談した上、翌日おぐりに対し、フランスにあるような本格的な造船所やオサム船場の建設を進め、本格的な造船所やオサム船場を建設するのならば、最初に良い技師、機械を生産することが重要であることを指摘し、フランスがそのための協力を惜しまないこと、 これまで、ナポレオン三世の命で、上海にて5艘の船を建造したレオンスベルニーという、造船技師が任務を終えて帰国するところなので、日本側からの正式要請があれば、日本へ来るように圧戦することを回答した。ロッシュの提案に対する幕府の回答は素早かった。元年11月10日、ロッシュに対して、鉄所建設と船舶建造の経験を持つフランスのを、 正式に依頼する文章を交付した。フランスのトゥーロン園系。横須賀はその地形がトゥーロンに似ているとされた。現時元年11月26日、フランス艦隊司令官ジョレスラフランス海軍の関係者、ロッシュ、オグリ、クリモトラは造船所の建設候補地の見分を行った。まず幕府が第一の候補地としていた長浦へ向かい、測量を実施したところ案内に、 アサセがあって、大型艦船の航行に問題があることが判明した。続いて、隣の横須賀へ向かい、湾内を測量してみたところ推進が深く、また地形的な立地条件が、フランス最大の軍港の一つであったトゥーロンに類似していることから、横須賀を建設候補地とすることとした。そして、現時元年12月2日から翌現時二年正月に、かけて幕府独自に、 横須賀の測量を実施した。源氏元年12月8日、ロッシュは、老中諏訪中世の屋敷で、諏訪と老中、安倍正斗、老中、水野忠清の3名の老中と会見した。ロッシュは、幕府の造船所建設計画に対し、多額の費用と長い期間がかかることを認めた上で、日本を強国にするための基礎となるものなので、必ず建設すべきであるとの意見を述べた。 すると老中らからは必要性については十分に認識しているものの破綻状態に近かった幕府の財政事情をロッシュに説明し困難さを訴えた。当時の厳しい財政事情もあって造船所建設には反対意見も出されていたが結局オグリラが押し切った。またこの時の会談でロッシュから先日推薦した造船技師ベルギーが近日中に来日することが伝えられ、 ベルニーが来日したら幕府が所有する機械類について確認してもらい、足りない機械類はフランスで購入することを提案し、了承を得た。ベルニーは現時2年1月、上海から来日した。ベルニーは当時27歳の海軍の技術士官であった。彼はまず幕府が所有している機械類の確認と造船所建設予定地である横須賀を視察した。ベルニーは 横須賀を造船所建設の公的地と認め、幕府から依頼された造船所建設事業を引き受ける決心を固め、横須賀製鉄所建設の原案を作成した。建設原案の中で、横須賀について、周囲が丘に囲まれた、広くて波が静かであり、かつ水深が深く、船舶を止めるに適した湾である上に、地質が粘土質であるため、山を削って海を埋め立てて、 ドックや工場を建設するのに都合が良い場所であるとした上で2機のドライドックの建設などを提案した。このベルニーの提案はほぼ認められ、現時2年1月29日、幕府はロッシュに製鉄所役場所を交付し、フランス側と正式に横須賀製鉄所の建設に関する契約を取り交わした。そして現時2年2月4日、ロッシュから 幕府側に横須賀製鉄所の土木工事計画図が示された。計画図にはベルニーが提案した通り、2機のドライドックが計画されていた。ロッシュの示した土木工事計画図に基づき、現時2年3月12日、横須賀製鉄所の建設用地、約23.76ヘクタールが正式決定された。現時元年2月、ベルニーは製鉄所で使用する機械の購入や、 製鉄所建設を担う技師を募集するために、一旦フランスへ帰国した。製鉄所建設の責任者であるベルギーの帰国中、アメリカが巻き返しを図った。慶応元年8月、アメリカ公使館はフランスが推薦するドライドックではなく、ウキドックの採用を進めてきたのである。結局万円元年県米施設が、アメリカでウキドックを見学した際などで得られた。 ウキドックは対応年数が短いという知見をもとにアメリカ側の提案を拒絶することになった。しかしドックの建設計画が進められていく中でベルニーにも迷いが生じた。ベルニーを悩ませたのはドックの耐震性の問題であった。ベルニーと幕府側はドックの耐震性の問題について協議していた。ベルニーはウキドックは対応年数や維持管理費用のことを考えると 望ましくないとしたものの、建設費用がドライドックの約3分の2であり、しかも耐震性の問題を考慮すると必ずしも不利とは言えないのではないかと考えたのである。ベルニーはフランス海軍省にドック建設についての技術的な検討を依頼した。結局、当初の建設計画では浅瀬を埋め立てて建設する予定であったものを丘を崩し、その上で、 さらに地面を掘り込んで建設する計画に改められた。ところで幕府側に浮きドック建設を進めた。アメリカ側はすぐには引き下がらなかった。その後も横須賀製鉄所のドライドック建設には長い日時を要するとして製鉄所のドライドック建設と並行して近隣に別に浮きドックを設ける提案を行ったり、さらには横須賀製鉄所近くに アメリカ商船の修理用のドライドック建設をほのめかしたりした。結局アメリカ側の要求を幕府側は最後まで認めることはなく、ベルニーを責任者とするフランスの支援を受けてドライドックが建設された。レオンス・ベルニーわずか27歳にして一大プロジェクトを任されたベルニーはフランスで横須賀製鉄所建設に必要となる機械と人材の確保に奔走した。 ベルニーの前には一儲けを目論む機械を売り込もうとする商人や技術者が大勢を仕掛けたというがベルニーは彼らを一切相手にすることなく自らの目で機械と技術者を選んでいった当初若いベルニーに一大プロジェクトを任せることに不安を感じていた多くの幕府要人たちもそのようなベルニーの姿に信頼感を深めていったベルニーがフランスで 横須賀製鉄所建設に必要となる機械と人材の確保に奔走する間、横須賀では製鉄所の建設工事が始まっていた。慶応元年9月27日には横須賀製鉄所の加入り式が挙行され、製鉄所建設予定地の整地が開始された。土木作業では経営費節減のために人足寄せ場の人足を動員してみたが、 土木作業の経験が全くないものが多かったため、著しく作業効率が悪く、一年ほどで中止となった。なお後の明治政府も財政難のため改めて人足寄せ場の任足を動員する。そのような中、慶応2年5月、ベルニーは日本に戻り、本格的に横須賀製鉄所建設事業に取り組むことになる。ベルニーは横須賀製鉄所の中核施設となる。 ドライドックの建設に際し、様々な点について検討し、決定していった。まずその立地である。1号、2号、3号ドックはそれぞれ隣接しているが、ドック建設時に小さな入り江をいくつか埋め立てはした。ものの、基本的に埋め立て地ではなく、地山であり、特に2号ドックから3号ドックにかけては、標高約45メートル程度の白線山と、呼ばれていた丘を切り崩している。 続いて、建設予定地の土質については、更新予に形成された粘着度が強くかつ、水を通しにくいシルトが固結した南岸の土壇と、呼ばれる種類の強固な土質であり、掘削が困難という欠点はあるものの、ドックの建設中に大規模な土留めを必要とせず、さらに建設後はほぼ全体が海水面下となる、ドック本体が生み出す浮力によって発生する、不当沈下が起こりにくい、 ドックの安定性、耐久性を保つには最高と言えるものであった。一号ドックは1877年に巨構部が崩壊する事故が発生したものの、その後関東大震災時にも地盤の液状化現象などによる大きな破損を生じることはなく、これはドック建設場所の地盤の良さを示している。さらにドライドックを建設するにあたり考慮せねばならないのが風向きである。 通常ドライドックは主に風が吹く向きに建設される。これは船舶が出入居する際に横風が当たるのを防ぎ、船舶が入居して排水が終わってから船体全体が乾くまでの時間をなるだけ短くして作業の効率化を図り、さらに作業中常に風が吹き込むようにして入居した船舶とドックの床面や側面が常に乾いた状態にして、 作業が進めやすい環境にする意味合いがある。そのため、建設地での風向きを把握した上で、ドックの設計がなされることになる。ベルニーが、ドライドック建設に際してとりわけ心を砕いたのが、ドライドックに用いる石の剪定であった。ベルニーは、慶応3年の4月から5月にかけて、武蔵、相模、伊豆の各地の石材産地を回り、ドック建設に適した。 石材探しに奔走した。結局現在の神奈川県真鶴町から静岡県熱海市にかけて産する安山岩出の本小松石が最適であると判断し、ドック建設に使用されることになった。明治期の1号ドック1871年に完成し、現在も使用されている横須賀海軍施設1号ドック。ベルニーがドックに使用する。 石材探しに奔走する直前の慶応3年3月、第1号ドックが着工された。着工後の慶応3年10月14日、大政奉還が行われ、続いて慶応3年12月9日に王政復古が宣言され、徳川幕府が終焉し、新政府が樹立されることになった。慶応4年うるう4月1日には新政府の東久世、道富、鍋島直弘、 テラシモ・ムネラが、横須賀製鉄所に来所し、横須賀製鉄所の接収を行った。接収後、横須賀製鉄所事業の重要性を認識していた、新政府は、これまでと変わることなく、事業を推進していくようベルニーに通告した。1号ドックの設計は、ベルニーとベルニーの元建築課長を務めていたエール会、フロランが行ったものと考えられている。 一号ドックは当初全長約115メートルの計画であったが、工事途中に設計が変更され、約9メートル長い全長約124メートルとなった。工事監督は当初通論の造船所で働いていたペリコが務めていたが、能力的に問題があったようでわずか2ヶ月で同じく、通論の造船所で働いていたデュモンと交代した。なお志向は幕府海軍御用他市であった。 橋本長左衛門らが受け負った。一号ドックの工事は、まずドック予定地前の海を、締め切り艇で仕切ることから始められた。続いて締め切り包みの内部の海水を抜き、ドック本体の掘削が開始された。ドック本体の掘削に続いて、ドックに石を組む作業が行われた。先日のように真鶴から、熱海付近から運ばれた、安山岩室の新小松追事が石材として使用された。 石材の購入代金は当時の金額で18,370両であった。一般的に船の修復用のドックは船の建設用ドックよりも底の部分が厚く作られる。これはすでに完成された船の方が建造中の船よりも重いことによる。船の修復用ドックとして建設された第1号ドックもそのあたりの事情が考慮されて作られたと考えられるが、 現在に至るまで現役で使用され続けているために、石組みの具体的な方法や厚さなどはこれまで確認されていない。また一号ドックの石積みについては、東京大学生産技術研究所の調査によれば、西洋式の脳が叩いの石材を隙間なく組む、方式と日本式の検知積みと呼ばれる城の石垣を組む際に行われた、方式の折衷であったと推察されている。なお、 一号ドック建設中の1867年11月に建設現場からナウマン像の化学部分の化石が発見されている。一号ドックが完成し、使用され続けて、すでに百数十年が経過しているが、一部に風化、摩耗が認められるものの、ドックを形成している石材は全体として健全な状態が保たれており、ベルギーが選び抜いた石材の耐久性、 耐水性の高さは明らかである。2013年に行われた1号ドックの石材の侵食状況についての調査によれば、最も侵食が進んだ石材でも、侵食の深さは約1 0センチメートルであり、石材全体から見て約4分の1の深さであることが明らかとなった。この程度の侵食では、ドックの強度的に大きな問題が発生するとは考えられない。 一号ドックで使用したセメントの購入代金は、石材の約3倍の5万6千両に達しており、ドック本体建設総費用の約45%にも及んだ。これは当時日本で生産が不可能であった、水中でも固まる性質がある、ポルトランドセメントを全量輸入したためと考えられる。またポルトランドセメント以外にも小石灰及び、 火山灰からなるセメントも併用したとの説もある。セメントは掘削したドック断面に石組みを構築する際、裏めとされた。つまりセメントは現在の基礎コンクリートないしステコンクリートと同様の役割と掘削されたドックの壁面と石組みとの重点材の役割を果たしていると考えられる。ドック本体の石組みが完成すると、ドックの入り口部分の建設が行われた。 そこまで工事が進んだ後に締め切り包みの撤去がなされる。締め切り包みの撤去後、船舶がドックに出入りする際に支障とならぬよう、締め切り包みがあった部分を中心としたドック入り口付近の海底を浚渫した。浚渫終了後、ドック入り口を閉じる扉船がドック入り口に設置され、完成となった。なお、扉船の購入費用は29,568両に、 および他の工事費用と比較するとかなりの高額であったことがわかる。一号ドックは明治4年1月完成した。明治4年2月8日には有栖ス川の見当たる人新王伊達宗成らが出席して一号ドックの開業式が行われた。一号ドックの特徴としてはドックの底面が水平となっている点が挙げられる。一般的にドライドックは 排水を効率的に行うために、ドックの奥から入り口に向かって緩やかな坂をなすように建造される。1号ドックの底面が水平に施行された理由は、ドック底面を均一な勾配で傾斜をつけることが技術的に困難であったからと考えられる。しかしやはりドック底が水平であると作業上都合が悪かったようで、1号ドックに続いて建造された3号ドックの底面は、 勾配が付けられた。また現在のドックと比較してもう一つ大きな差は、ドックの壁面が階段状をしている点が挙げられる。これは、フランスの技術指導のもと建設された1号ドックは、フランスが好んで建設していたドックの壁面が階段状をしたタイプになったものと考えられる。階段式のドライドックは、船底が平らでない船舶のドック入りに便利であり、そのような船舶は、ドック入り後、 排水時に船体を両側から指示棒で固定する必要があり、指示棒の設置のためにドックの壁面が階段状に施行される必要があったためである。また施工場も階段式の方が容易であった。一号ドック建設場所は地盤が良く湯水も少量であったと考えられ、土止めや止水壁を用いることなく工事が可能であったと考えられるが、例えば海を 締め切り体で仕切るような大規模な会場での工事は、これまで日本では行われた経験がないもので、やはり工事は困難であったと考えられる。またこのような大きな近代的な海洋土木工事を、幕末から明治初年という時期に初めて取り組むこと自体、工事を進めていく組織づくりと運営、材料の輸送と搬入などにも大きな困難が伴ったと考えられる。 一号ドックは完成後百数十年余り、これまで改修と補修は行われているものの、今なお現役で使用され続けている。これは、財政が破綻状態であった幕末期に、あえて建設が開始されたことをはじめ、数多くの大きな困難の中で建設された一号ドックで、あるが、ベルニーの選定した建設場所や、石材の優秀さ、そして思考の確かさ、 技術力の高さを示している。なお、1号ドックの排水ポンプは2号ドックと兼用であり、ドックの石積み護岩の一部は補修等は行われているが、ドック建設当初の幕末から明治初年のものが残っている。1983年撮影の横須賀海軍施設の1号、2号、3号ドック。画面右側から1号、2号、3号ドックで3機の ドックが並んで建設された状況がわかる。国土交通省国土画像情報をもとに作成1号ドックの完成後間もなく、明治4年5月には第3号ドックの建設が開始された。なお1号ドックが完成し、3号ドックが着工された、明治4年、横須賀製鉄所は横須賀造船所と解消された。ベルニーは当初の横須賀製鉄所建設計画で2基の ドライドック建設を予定していたが、少なくとも3号ドック建設開始時までには3機のドックを建設する計画となったものと想定される。当時ドライドックを建設する場合、大中小の3機を建設するのが常識であった。それは19世紀後半に成立した海軍の艦隊編成に理由があった。当時の海軍は戦艦を中心とした編成となり、補助艦船として巡洋艦、 そして奇襲攻撃の際などに活躍する駆逐艦などで編成されるようになってきた。したがってその艦隊編成に合わせて、ドックも船体の大きさに合わせて大中小の3機を建設することが効率的であった。当初横須賀製鉄所で2機のみのドライドック、建設計画が立てられた最大の理由は資金難であったと考えられる。また1号の建設が終了した後に3号。 そして3号の建設が終わってから2号とドックの建設が順番に行われ同時進行されなかった理由もやはり幕末から明治初期にかけての深刻な財政難に加え労働力不足の影響も大きかったものと推察されている3号ドックは1号ドックの西側に建設されたが両ドックの間がかなり開いておりそこに2号ドックが建設されることになる これは明らかに3つのドックを並べて建設し、しかも最大のドックとなる2号ドックを3基のドックの中央とする計画が存在したものと言える。それは1号ドックと2号ドックの間と2号ドックと3号ドックの間にポンプ室を設置して最大のドックである2号ドックの船舶入居時には両方のポンプを同時に使用して効率的な排水を行う仕組みとするためであった。 このような点から3号ドック建設開始時には3機のドックを並べて建設する計画があったものと推定される。現状でも2号ドックのポンプ室は1号との兼用のポンプが1号ドックとの間に3号との兼用ポンプが3号ドックとの間に2つ設けられている。3号ドックの設計者は1号ドックと同じくベルニーとエルカイ・フロランと考えられている。 なお試行指導はエルカイ・フロランの弟である VC ・フロランが行った。VC ・フロランは第3号ドックでの試行指導が評価され、3号ドックの完成直後に工事が開始された長崎市の工部省長崎造船所1号ドックの設計を行うことになった。なお3号ドックは明治7年1月に完成している。VC ・フロランが設計を担った長崎造船所、 1> 第1号ドックが明治12年に完成するまで日本にドライドックは横須賀の1号、3号ドックしかなかった。そのため多くの明治政府の軍艦修復を請け負うこととなったが商船の修理も行っていた。当時ドックの修理需要は極めて高く半年待ちとなることもあった。1号、3号ドックの後に2号ドックを建造することは 計画されていたことと考えられるとはいえ、1号、3号ドックの需要の高さも2号ドックの建造開始の理由となった。3号ドックの工事では、1号ドックと異なり、セメント台が低額となっている。これは1号ドックでは主に輸入品のポルトランドセメントを使用したものが、3号ドックでは石灰などを用いて、セメントも現地生産を行ったものと考えられる。 ドックに用いられた石材については、1号ドックと同じくマナズルから熱海周辺で採石された安山岩室の新コマ追試を用いている。また1号ドックよりも小型の全長約90メートルの3号ドック建造では、工事中の締め切り包みが1号ドック建造の際より簡略なものであり、またドック底や側面の厚さが1号ドックよりも小さいと推定されるなど、 小型のドックであったことによる違いが見られる。3号ドックの特徴としては、まず1号ドックでは行われなかったドック底面の傾斜が付けられたことが挙げられる。しかし今度は傾斜が急すぎたようで、次に建造された2号ドックでは3号ドックの底面に付けられた傾斜の約半分となった。続いて、ドック入り口部分に扉船をつなぐとあたりが2箇所設けられたことが挙げられる。 これはドックに入居する船舶の大きさによって扉船の位置を変え排水量を少なくして作業の効率化を図ったものと考えられている。そして扉船をつなげるとあたりが2箇所あるドライドックは3号ドックの後各地に建設されるようになる。3号ドックの奥の部分半円形をしていることとシャロが設けられていることがわかる。また3号ドックではドックの奥の部分が 半円形をしており、またシャローが設けられていることも特徴として挙げられる。当時のドライドックは、ドックの奥の部分は半円形ないし先頭アーチがあったとなっていた。これは、船体の形状に合わせることによって無駄な空間をできる限り少なくし、艦船のドック入りの際に必要とされる排水量を減らすことと、もしドック奥を区形とした場合、ドック奥の部分と側面との間に、 角ができることになるが、石像のドックの場合、角を構築することが技術的に難しかったため、角が生じない、半円形ないし先頭アーチ型を採用したと考えられている。後年、ドライドックがコンクリートで建造されるようになると、半円形や先頭アーチ型はコストがかかるため、ドック奥枠形を採用するようになった。1号ドックの延長工事部分。 画面左の石像部分はドック建設当時のままの部分で、右側のコンクリート部分が延長部分。またドック奥に車路が設けられた理由は、クレーンなどの重機が発達していなかった19世紀後半、船舶修理に必要な資材をドック奥に設けられた車路を滑らせて、ドック底に下ろすためである。1号ドックも当初は、ドック奥は半円形をしており、 シャロも設けられていたが、昭和10年から昭和11年にかけて延長された、際、コンクリート製となった延長部分の奥は、区形となり、クレーンが発達した昭和時代には、シャロの必要性もなかったために、シャロも設けられなかった。3号ドックは明治7年の完成以降、風化した石材のコンクリートによる補修が、行われたのみで大きな改修は行われておらず、 ドック完成時の形のまま現在も用いられており、建設当時の姿を残しているドライドックとしては日本最古のものであり、大変貴重と言える。ドック付帯設備としては、現在の3号ドックポンプ室は2号ドックと兼用であり、現在の2号、3号兼用のポンプ室は昭和16年春行のものとの記録が残っている。横須賀海軍施設2号ドック3号ドックが、 完成した後の明治8年末、ベルニーは横須賀造船所の長を退任し、翌明治9年、短期間顧問を務めた後、同年3月にはフランスへ帰国した。帰国前、ベルニーは報告書を提出しているが、その中で東京湾を出入りする大型船の修理が可能である大規模なドライドックを建設する必要性があるとの内容を記していた。折しも、明治政府は、 明治8年から海軍力の増強計画を開始していた。また当時保有していた軍艦の多くが老朽艦であり、海軍の増強に伴い艦船の数も増加していた。そのため横須賀のドライドックの需要は増大していき、修理が追いつかない状態になっていた。明治政府の財政難が原因で、待ち望まれた大型ドックの着工は遅れることになったが、明治11年1月に、 横須賀造船所長、中村倉之助から海軍、大助河村宗美氏に提出された財政難によって着工が先延ばしになっている3期目のドライドックを建設したい旨の上申書に基づき、2号ドックの着工が決定された。建設が決定した2号ドックの設計は、フランス人建築課長のジュエットが担った。明治十一年五月一日、ジュエットは契約期間が満了したが、 建設予定の二号ドックの設計に携わっていたため、契約が延長された。ジュエットは明治13年5月1日に契約満了となり、二号ドックの着工を前にして帰国することとなった。ジュエットの公認として二号ドックの建設を指揮したのは、ベルニーの発案によって、横須賀製鉄所内に設けられた技術者養成施設で、ある校舎で造船工学と、 土木工学を学んだ技術者の常川流作であった。1号、3号ドックは、フランス人技術者を中心として建設が進められたものが、2号ドック建設時には設計こそ、フランス人技術者によってなされたが、思考は、日本人が担うこととなり、日本人が技術を着実に習得してきたことを示している。なお、常川は2号ドック建設終了後、クレチンジュフ、サセボチンジュフ、 マイズル・チンジュフへ移動していき、それぞれの地でドライドック建設に携わり、さらに横浜で横浜選挙の設計も行うなど、まさに日本のドライドック建設の草分け的な存在となった。このように横須賀でベルニーなどから学んだ技術は日本各地へと広まっていった。二号ドックは明治13年7月に着工された。建設予定地には白仙山と呼ばれた。 標高約45メートルの硬い土質の丘があり、まず丘を崩しその後に、ドック本体の改作が始められた。なお建設時に生じた残土は、横須賀造船所の東側の埋め立てに利用され、約7000坪の埋め立て地が造成された。工事記録によれば、ドック建設の際、最も難航したのが、ドック予定地前の海を、締め切り堤で仕切る工事であったという。 海を締め切る包みを建設する工事は、南工事であり、しかも1号ドック、3号ドックの時と異なり、日本人のみで作業に取り掛からねばならなかった。排水ポンプ2機を作動させながら、作業を進め、成功理に工事が行われると、多くの人から賞賛を受けたと伝えられる。ドックに用いられる石材は、1号、3号ドックと同じくマナズルから熱海にかけて産する。 安山岩室の新コマ追試が用いられた。なお、明治8年には日本国内にセメント工場が完成しており、二号ドックではイギリス産と並んで国産のポルトランドセメントが用いられた。また、第三号ドックで用いられたとみられる、石灰などを原料としたセメントも用いられたと考えられる。二号ドックは、 明治17年7月21日に完成式が行われ、北白川宮義久新王、海軍卿、河村住吉らが参列した。二号ドックの全長は156.5メートルに達し、これは当時明治初期に日本で建設された最大規模のドライドックであり、東洋一の大きさであったと考えられる。二号ドックは三号ドックと同じくドック床面に、 傾斜が付けられているが、傾斜は3号ドックの約半分となっている。またドック奥は半円形をしていて車路が設けられている点も共通している。2号ドックの周囲には期間線78ミリの線路が巡っている。この線路の用途は不明であるが、ドック建設時に石材運搬用に線路が付設されたとの記録が残っているためその線路であるか、または ドック入りした船舶の修理用資材を運搬するために、付設された線路であると考えられている。2号ドックの最大の特徴は、ドック中央部にも扉船をつなぐとあたりが構築され、ドックを2分割して60から70メートル級の船舶2隻を同時に、ドック入りすることが可能な構造であったことである。このため2号ドックでは、ドック全部と後部の2カ所に排水口を設けていた。 このような二分割して利用できる仕組みを備えたドライドックは日本では第二号ドックしか作られなかったが増大する船舶修理需要を満たすためこのような構造を採用したものと考えられている。しかし感染の規模の大型化に伴い明治30年に改修工事が実施されドック中央部の戸とあたりが撤去されてドックを二分割で使用することはできなくなり 通常の全長156.5メートルのドックとして使用されるようになった。明治20年までに完成した日本のドライドックは、横須賀造船所で建設されたドック以外に、工部省長崎造船所1号ドック、大阪鉄工所ドックがあったが、両、ドックとも現在はすでに存在せず、横須賀海軍施設に現存し、現役ドックとして稼働し続けている1号ドック、2号ドック、 3号ドックは、極めて貴重な土木遺産であり、東京大学生産技術研究所の村松定次郎、教授は、もし他の自由な場所にあったら文句なく国の第一級史跡であり、文化財であると高く評価した。明治末期に、軍艦の大型化に対応するドックとして建設された、横須賀海軍施設4号ドック2号ドックが、完成した、明治17年12月には、 横須賀鎮守府が設立された。明治19年4月には、横須賀鎮守府に造船部が設置され、これまで民間の造船業が未発達であったこともあって、民間や外国籍の船舶も修理を受け負っていたものが海軍艦船の造船、偽装そして修理をその目的とされるようになった。明治十二年五月には、横須賀造船所は廃止され、横須賀鎮守府造船部に統合された。 そして横須賀鎮守府造戦部は明治30年に横須賀海軍造戦省となり明治36年11月には横須賀海軍交渉となった。日本海軍では海軍力の増強に伴い軍艦の大型化が進んでいた。そのような中、横須賀海軍交渉第四選挙として4号ドックの建設が開始されることになった。 新ドック建設予定地には畑山と呼ばれていた丘があったが明治31年10月から畑山を崩してその土砂で海の埋め立てを行いドック建設予定地の整地を行った明治34年3月には予定地の整地が完了し同年11月4号ドックは寄港された工事の施行管理は主任技師の井上千香が言った4号ドックは 日露戦争終了後の明治38年9月に完成し、横須賀海軍交渉では軍艦の大型化に対応した最初のドックとなった。4号ドックは建設当初、ドック主体部についてはコンクリート作り、ドック入り工部は石組みによる石像となっており、コンクリートと石像の併用であった。またこれまで建造されたドックと同じく、ドック奥には物資運搬用の車路が設けられたが、 昭和3年から昭和4年にかけてに行われた、ドック町を40.6メートル延長する改修の、際、1号ドックと同じく車路は撤去された。4号ドックは、昭和18年から昭和19年に再延長工事が行われ、また、平成17年には、ドック入居の際に船体とドック壁を保護することを目的とし、ドック入り口部分に防原材の設置工事が行われ、 防原材が設置される部分の石組みが撤去された。なお投稿時中に工事箇所の4号ドックの石組みとコンクリートについて調査が実施され、石組みは1号から3号ドックで推定されるのと同じく西洋式の脳型体の石材を隙間なく組む方式と日本式の検知済みと呼ばれる城の石垣を組む際に行われた方式の設置中であったと考えられることと、 石組みの裏込みはコンクリートによって行われていたことが明らかとなった。4号ドックには感染修理の材料や部品を搬入するためのクレーンが設置され、戦後の米海軍感染修理省でも使用され、続けてきたが、設備の老朽化が進んだために徐々に撤去が行われた。4号ドックのクレーンは平成13年に撤去され、新たなクレーンに交換された。なお5号。 6号ドックにも戦前から使用され、続けていたクレーンが存在したが、平成15年までにはすべて撤去され、現在は、新しいクレーンが使用されている。横須賀海軍施設5号ドック1983年撮影の、横須賀海軍施設の4号、5号ドック。画面右側が4号ドック、左が5号ドック。国土交通省国土画像情報をもとに、作成日露戦争後、 日本は海軍のさらなる充実を図ることとし、その中で軍艦の国産化を進めていくこととした。明治38年5月には戦艦薩摩が寄港され、翌年11月に浸水した。そのような中、明治39年、イギリス海軍はそれまでの戦艦を旧式化させる革命的な戦艦ドレッドノートを完成させた。ドレッドノートの誕生は、 各国の海軍関係者に強い衝撃を与え、県艦競争が開始されることとなった。日本海軍も明治41年、戦艦河内と設津の建造を開始し、県艦競争に加わっていった。このような醸成した日本海軍の感染数は著しく増加し、また大型化した。明治38年に完成した4号ドックに入らない感染の建造も始まったため、 明治44年7月には5号ドックの建設が開始されることになった。工事主任は住田観察が務めた。5号ドック建設前も4号ドックと同じく建設予定地にあった丘をすべて崩し、近くの海を埋め立ててドック建設予定地の整地が行われた。5号ドックの建設時はドック前面の海の締め切りに炭層を徹夜いたが、用いられたとの記録が残っている。 5号ドックは建設途中に設計変更が行われ、ドックの規模が拡大されたことが明らかになっている。また設計変更は1回だけでなく再度実施された可能性もある。なお5号ドックは4号ドックと同じく、コンクリートと石像の併用であった。そして5号ドックは、大正5年3月に完成したが、新館山城の改修工事の早期実施を迫られたため、 ドック完成直後には、昼夜健康の改修工事が実施されたとの記録が残っている。大正6年、日本海軍は長戸型戦艦の長戸を寄港した。続いて大正7年には、長戸型戦艦の2番艦である道の区の建造が開始された。このような中で完成間もない五号ドックは延長工事が実施されることとなった。 5号ドックの延長工事は、対象13年10月に完成し、ドック長が約70メートル延長され、全長320メートルを超える規模となった。大和型戦艦が出現する以前、日本海軍の艦船で、長さは空母赤木、幅は戦艦長と、そして喫水は戦艦不走が最大であったが、回収された5号ドックは、呉海軍交渉の4号ドックとともに、 それら3艦艇の修理回収に対応可能な大型ドックであった。なお、4号ドックと5号ドックの間にあるポンプ室は、並列している4号、5号両ドックの排水を行っているが、ポンプ室の建物は、対正5年の5号ドック完成当時の建物をそのまま使用しており、鉄骨で柱や梁を構築した後に壁面にレンガを積み上げられた鉄骨レンガ作りの建造物である。 現在横須賀海軍施設内に残る鉄骨レンガ造りの建造物は4号ドックと5号ドックの間にあるポンプ室のみであり貴重な建造物である。空母の入居も可能な横須賀海軍施設6号ドック第一次世界大戦後も列強の県間競争は激しさを増し過重な海軍軍事費は各国の財政を圧迫するようになった。そのような中大正10年に ワシントン海軍軍縮条約が締結され、日本の主力艦、航空母艦の保有量はアメリカの6割とされた。続いて昭和5年にはロンドン海軍軍縮条約が締結され、主力艦以外の補助艦艇の保有量にも制限が加えられることになった。ワシントン海軍軍縮条約以降の海軍休日によって、県艦競争は一段落した。日本海軍は、 艦艇の保有量に制限が加えられたことにより、既存の艦艇の補修、改良に奔走することとなった。また、日本海軍のアメリカ、イギリスの二大海軍大国に対して、艦艇の質の高さで対抗しようとした方針により、攻撃型艦艇に重武装をする傾向が強かったが、過重な武装は、艦艇の欠陥となって現れ、横須賀海軍交渉のドライドックでは、 官邸の補修や改良が相次ぎ、繁忙を極めた。そのような中、大型艦艇の修理に対応するために、4号ドックでは、昭和3年から昭和4年にかけて、ドック長を40.6メートル延長する回収が行われた。日本は、昭和9年12月、ワシントン海軍軍縮条約からの脱退を宣言し、昭和11年1月15日には、 ロンドン海軍軍縮条約の改正を目指した第二次、ロンドン海軍軍縮会議からも脱退し、昭和12年以降いわゆる無条約時代となり、海軍休日は終焉した。このような情勢下で、日本海軍は大幅な軍備増強を計画し、その中で排水量6万5000トンクラスの大和型戦艦の建造が決定された。大和型戦艦を建造するにあたり、 当時世界屈指の大型ドックであった、呉海軍工廠の4号ドックでは建造、修理等が可能であったが、他に、大和型戦艦の建造、修理が可能なドックがなかったため、大和型戦艦の効率的な建造と完成後のドック入りの便利を考慮した結果、昭和10年7月に横須賀海軍工廠内で6号ドックの建設が開始されることとなった。6号ドックは、 海軍省建築局長の吉田氏が管轄した海軍技術部門のほぼ総力を挙げたチームが日本国内はもとより日本国外からも参考文献を収集し設計を進めていった6号ドックは船の修理用に建造されたこれまでの1号から5号ドックとは異なり呉海軍交渉で建造された戦艦山と長崎造船所で建造された戦艦武蔵に次ぐ 大和型船艦の3番艦が建造される予定となり、まず造船用として建造されることになった。6号ドックは昭和10年7月に寄港された。まずドック入り口付近の海は築定工や板によって締め切られ、そしてドック建設予定地にあった柿が裏の丘陵を削岩爆破によって切り崩し、その後ドック本体部分の掘削に取りかかった。 当時150万立方メートルに及ぶ岩盤の掘削は未経験の大工事であり、スチームショベル、電動ショベルなどの機械を用い、6号ドック建設時に発生した大量の残土は周辺海域の埋め立てに用いられることとなり、スチーム路口に牽引されたダンプカーによって運搬された。ドック本体の掘削が終了後、ドック底面と側面でのコンクリート打ちが行われた。 平成17年の6号ドック修理時に行われた調査の結果、ドック底面に鉄筋が確認され、6号ドックは鉄筋コンクリート作りであると推定された。また、ドック底面に2列の大遺跡が埋め込まれていることも確認された。6号ドックは丘陵地を切り崩した後に掘削されたので、地盤は非常に良好であり湯水は少量であり、ドック底部に設けられた 排水口から湧水を排水するようにして水圧の影響が小さいためにドック底部、側面のコンクリート圧は1メートル以内となっている。ただ、ドック入り口部は底部では水深20メートルに近い水圧がかかることを考慮して5メートル以上のコンクリート圧となっている。また、昭和13年ドック建設現場に20トンハンマーヘッドクレーン2機が設置され、 続く昭和14年には60トンジブクレーンが設置され工事が進むにつれて掘削場所が深くなったドック建設現場から出る建設発生度を地表に上げる作業などに使用された。そしてこれら4機のクレーンは6号ドック完成後、引き続き行われた空母シナノの建造に活躍することになった。6号ドックで建造された空母シナノ、竣工後わずか10日で、 米潜水艦の攻撃を受け沈没した。6号ドックは昭和15年5月4日に完成した。そしてドック完成と同時に戦艦シナノの起工式が行われた。6号ドックにはドック建設時に設けられた4機のクレーンの他に新たに100トンジブクレーンが2機設置されシナノの建設に用いられることになった。なお6号ドックに設置された6機のクレーンは6号 ドック本体と共に戦後はアメリカ海軍艦船の補修、修理に活用されることになる。しかし、シナノの工事は横須賀海軍工渉内で進められていた空母の改造工事などに手間を取られ遅れ気味となっていた。そして昭和16年12月8日の第二次世界大戦の参戦後、軍令部はシナノの戦艦としての建設工事を中断し、6号ドックを開けて 他の艦船の回収、修理に利用するために、六ック出去が可能となる、工事のみを進めるよう命令した。これは、タラント空襲、新自湾攻撃、マレー沖海戦など、第二次世界大戦の前半に、戦艦の有用性に疑問が出される戦例が、相次いだための方針変更であった。シナノは切断分解して、多艦に資材を流用するには、工事が進みすぎていたため、 やむを得ない措置ではあったが、ドックを開けるためだけの工事を進めることとなった、シナノの建造工事は、工事関係者の熱意も低下し、工事ははかばかしく進まなかった。シナノの運命を大きく変えたのが、昭和17年のミッドウェイ海戦で、日本が敗北し、多くの空母を失ったことであった。多くの空母を失った日本海軍は、早急に体制の立て直しに迫られ、その中で、 シナノは全艦ではなく空母として建造されることが決まった。途中横須賀海軍交渉へ損傷艦の修理が殺到し、約3ヶ月間建造の中断をしなければならない事態は発生したが、空母シナノはこれまでとは異なり急ピッチで建造が進められた。戦況が厳しさを増し物資不足が激しくなる中、文字通り横須賀海軍交渉の余力をべて投入して、 シナノの建造は進められ、昭和19年11月19日、竣工した。しかしシナノは、実際にはまだ工事中状態であり、残りの部分の工事を進めるため、クレ海軍工廠へ改装される途中、アメリカ海軍の潜水艦、アーチャーフィッシュから魚雷攻撃を受け、昭和19年11月29日、沈没した。横須賀海軍施設内のドライドックに入居した。 ブルーリッジ終戦後、昭和20年8月30日、連合軍が横須賀に進駐し、横須賀の海軍関連施設はすべて接収された。そして横須賀海軍交渉は、多くの人員が解雇されたが、ドックなどの保守要員に約150名は、アメリカ海軍を中心とした、進駐軍関連の業務を行うため、残留が命じられた。これは、 横須賀戦領の主力を担ったアメリカ海軍は、随時艦船修理を行ってはいたが、修理状態は十分なものではなかったので、横須賀の基地機能を利用することにしたためであった。やがて福音引き上げに用いられる艦船や、連合軍、その中でもアメリカ海軍の艦艇修理の仕事が増加していったため、旧海軍交渉の技術者が改めて再雇用されるようになった。そのような中、 昭和22年4月27日には、米海軍感染修理省が発足する。昭和27年4月28日、サンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約が発効したことにより、連合国の占領軍から在日米軍としてアメリカ軍が駐留するようになった。その後横須賀海軍施設は、米海軍の感染修理を行う場所として、 その重要性を増すようになった。ベトナム戦争時、横須賀海軍施設は、米海軍のあらゆる艦船の補修、修理が可能であるハワイオアフ島のパールハーバー以西の唯一の施設であると評価された。その後昭和45年には、アメリカ側は、一旦、横須賀海軍施設からの事実上の撤退とさせぼえの移転を検討し、日本側との交渉に入った。 アメリカ側は、横須賀海軍施設の6機のドックすべてを日本側に返還し、民間内市自衛隊が、米海軍艦船修理省の業務を引き継ぎ、米海軍艦船の横須賀機構時には、米艦船の修理をそこで行うことを提案した。しかし日本側の受け入れ体制が整わないため、空母の回収、修理が行うことが可能である6号ドックはしばらく、 アメリカ側が維持する方向で話が進められていた。アメリカがこのような提案をした理由としては、当時のアメリカの財政難があった。しかし間もなくアメリカの財政状況が好転を見せる中、これらの話は立ち消えとなり、昭和49年10月2日には、日米共同使用現地協定が締結され、一号、二号、三号ドックはアメリカ海軍と海上自衛隊、 4号、5号ドックについては、アメリカ海軍と住友重機械工業との共同利用を行うこととなった。しかし住友重機械工業は3回ドックを使用したのみで、共同使用から撤退し、現在まで米軍と海上自衛隊の共同利用が続けられている。そして横須賀海軍施設を米空母の事実上の母港とする計画が進められるようになった。 昭和48年10月、空母ミッドウェイが横須賀に初入港し、以後横須賀を事実上の母校とした。その後平成3年には、空母インディペンデンス、平成10年には、空母キティホークが横須賀を母校とした。平成20年からは、原子力空母、ジョージ・ワシントンが母校とした後、平成27年から原子力空母、ロナルド・レーガンが横須賀を母校とするようになり、 横須賀海軍施設の機能は現在も維持され続けている。横須賀海軍施設の6機のドライドックでは、海上自衛隊の艦船とともに空母をはじめとする、米海軍の艦船の補修、修理が行われており、平成13年から平成15年にかけて、4号、5号、6号ドックで戦前から使用され続けてきたクレーンが撤去され、新たなクレーンが設置されるなど、 設備の更新や補修が継続して実施されている。横須賀造船所、横須賀海軍工廠からの伝統を引き継ぐ、米海軍艦船修理省の技術力の高さは、アメリカ海軍から高く評価されており、横須賀海軍施設ドックは、米海軍の重要拠点である、横須賀海軍基地の重要施設として使用され、続けている。横須賀製鉄所で、慶応3年に開始された。 ドライドックの建設は、まずベルニーラフランス人の指導のもと行われたが、ドライドックの建設と同じ慶応3年に、横須賀製鉄所内に設けられた専門学校である学者で土木工学、造船工学を学んだ、常川隆作は、フランス人ジュエットが設計を担当した二号ドックの建設式を引き継いで完成へと導いた。その後ドライドックの建設は、 日本人技術者のもとで進められるようになり、常川、呉は、クレ・チンジュフ、佐世保・チンジュフ、舞鶴・チンジュフで、ドライドックの建設を指揮し、また東日本で、最初の商船用のドライドックとなった横浜選挙2号ドックの建設を指揮した。常川以外にも、ジュエットらの下で、ドライドックの設計、思考を学んだ、杉浦栄二郎が、浦賀選挙の建設に携わっており、 幕末から明治前半期に行われた1号、2号、3号のドライドック建設は、その後日本各地で進められるようになった、ドライドック建設のまさに先駆的な存在である。横須賀で始まった大規模なドライドック建設は、その後、呉、佐世保、舞鶴という陳児府や、神戸や横浜、長崎などという貿易港へと広まっていった。海軍力や、 海運業の発展には、おさむ戦を行うドックの整備が不可欠であり、明治半ば以降、日本が海運王国と呼ばれるまでに、海運業の流星が見られるようになった背景には、横須賀の一号ドックで始まり、日本全国へと広がっていったドライドックが大きく貢献している。海軍力の増強に、日本のドライドックが果たした役割を見ると、例えば日露戦争時に、 当時の日本海軍主力艦船の入居が可能であったドライドックは13機あったが、ロシア海軍は3機に過ぎず、しかも3機の内大連と旅順のドライドックは日本軍に占領されたため、最後までロシア海軍が使用可能であったドライドックはウラジオストックの1機のみとなってしまった。日本海海戦時、ドライドックで行き届いた整備が行われた艦船で望んだ日本海軍に対し、 ロシア海軍は、整備が満足に行われていない、バルチック艦隊で対抗せざるを得ず、これは明らかに、日本海軍に有利に働いたと考えられる。またドライドックの建設は大規模な土木工事を伴い、現存する核、ドライドックは日本における、岩盤掘削技術、排水技術、水中工事技術などという近代技術の習得、発展を示している。そして、 明治4年に開始された3号ドック建設では、ドック建造を担当していた、工部省造船寮の造船頭であった、平岡道義は、ドック建設用のポルトランドセメントの輸入代金が、高額であることに驚き、工部省の科学技師であった、宇都宮三郎にポルトランドセメントの国産化研究を命じ、さらに工部大輔であった、伊藤博文に、セメント工場建設を建議した。 その結果、翌明治5年に、東京の深川清澄町に、セメント工場の建設が開始され、やがて、ポルトランドセメントの国産化が始まることになった。そして1867年7月、一号ドック建設に、際して白仙山の丘を崩している最中に、横須賀製鉄所で働いていた、植物学に詳しい医師、サバティエによって、象の化学部分の化石が発見された。 ナウマン像の化石は中部高新島の横須賀層大津佐デーブ層から発見されたと推定されている。この化石は1871年5月にサバティエと進行があった田中義夫らが中心となって東京で開催した大学南公物産会に展示され、1881年ハインリヒヘドムントナウマンが横須賀ジ路線山の像の化石などをまとめた論文を発表した。 その後の研究によって、1号ドック建設時に発見された化石は、独立シュナウマンゾウの化石であるとされた。核ドックのデータについては、参考文献館によって差が見られる。当記事では1号、2号、3号ドックについては、昭和60年から昭和62年にかけて、東大生産技術研究所が行った実測値、4号、5号、6号ドックについては、 横須賀市が採用しているともに、現在の数値を記載し、必要に応じて他の文献の数値等を掲載することとする。入居可能感染の項は、各資料から確認できる最大規模のものを記した。実際に、核ドックに入居した船舶の種類は、多種多様で、横須賀海軍項紹会によれば、特に最小の3号ドックは、雑液船の入居が、極めて多い。 ありがとうございます。